県議会は今日一般質問が行われ、膠着状態となっている九州新幹線長崎ルートをめぐる国との幅広い協議について、山口知事は国に対し非公開での開催を呼びかける考えを示しました。佐賀県の6月定例県議会は今日一般質問が行われ、九州新幹線長崎ルートをめぐり去年2月以来開かれていない国と県との幅広い協議について意見を交わしました。事態の打開のため一部非公開としてはどうかという議員からの提案を受け、山口知事は一部非公開での協議を国に提案する考えを示しました。ああいう新しいその何クローズでやった方がいろいろ意見交換できるんじゃないかとお話があったので、私もそれであれば一回やってみたらいいんじゃないかと思った次第です。九州新幹線長崎ルートをめぐっては、与党の検討委員会が沿線の自治体などへ意見を聞く考えを示すなど、状況の打開へ向けた姿勢を示していて、今回の提案で国側との協議が再開するか注目されます。